デビット・オルティーズ、デビット・アメリコ・オルティーズ、アリアス、デビット・アメリコ・オティス・アリアス、1975年11月18日隊は、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身の元メジャーリーガー、指名打者、一類種、引退後の2017年に、背番号34が、ボストン・レッドソックスの永久決番となった愛称は、ビッグ・パピ、ビッグ・パピ、または、 クッキーモンスター、クッキーモンスター。11月18日、サントドミンゴに生まれた。貧しい生活だったが、オルティーズは良い家族に恵まれ、良い教育も受けさせてもらったと述べている。地元のエスピアーとエスパイア高等学校を卒業後、11月28日に17歳でシアトルマリナーズと契約を結んだ。登録名はデビット・アリアスであった。 マイナーリーグのウィスコンシンティンバーラトラーズで活動していた。9月13日に後日発表選手としてデーブ・ホリンズとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。この時デビット・オルティーズとして登録した。ツインズ参加トリプル A 級ソルトレークにいた頃から打球を遠くに飛ばすことにかけては右に出る者がいない。左バッターとして注目されていた。 9月2日にメジャーデビューするが、メジャーとマイナーの間を行き来するようになる。2は、トリプル A 級ソルトレイクビーズで30本塁打を記録し、将来の大砲として期待されるようになった。2、右手首の手術をしたが、2はメジャーで自身2度目のシーズン100試合以上出場を果たし、打率272.20本塁打、75打点の成績を残したが、 ツインズのチームカラーであるスモールボールにオティーズは息苦しさを感じていた。打席での積極性を逆手に取られ厳しい速球を手元に投げられて打ち取られることが多く、故障も多かった。ツインズは12月16日にオルティーズを放出した。1月22日にボストンレッドソックスと契約。移籍1年目から5番、指名打者に定着して、 初めて規定打席に到達し、打率288.31本塁打101打点の成績を残し、同年の MVP 投票で5位につけた。2は、主に4番を打ち、139打点、リーグ2位、打率3割1次に41本塁打、リーグ2位の活躍を見せた。3部門以外でも47二塁打、75四球、出塁率。 380、超打率、603.150試合出場と抜群の強打を発揮している。5月には2年総額1250万ドルで契約延長した。マニーラミレスと打率、300.40本類が100打点コンビを形成したが、これは1931年のベイブ・ルースとルー、ゲイリックのコンビ、ニューヨーク・ヤンキース以来だった。 ポストシーズンではさらに勝負強さを発揮し、強く印象付けた。2004年は、エンゼルスとのディビジョンシリーズ第3戦で10回に、決勝本塁打を放つ。ヤンキースとのチャンピオンシップでは、0勝3敗と追い詰められた第4戦の12回に、サヨナラ本塁打を、第5戦では8回まで2から4と、敗勢濃厚な状況から逆転の,のろしとなる、本塁打を放ち、 延長14回にサヨナラヒットを放つ。史上初の3連敗4連勝でヤンキースを破った。このチャンピオンシップで、オルティーズは MVP に選出された。カージナルスとのワールドシリーズでも、第1戦、第1打席に3点本塁打を放って、チームを勢いづけ、レッドソックス86年ぶりのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。この年のオフには、 日米野球 MLB 代表として訪日すると、渡辺俊介、千葉ロッテマリーンズから推定飛距離160メートルの本塁打を放ち、日本のファンにもそのパワーを見せた。2は148打点で打点王を獲得し、メジャーで最もチャンスに強い打者と評されるようになった。開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシック。 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは4月10日に4年増額5200万ドルで契約延長し、この年は自己最多球団新記録の54本塁打を花地本塁打王と打点王の2冠に輝き、ハンク・アーロン賞を受賞。2年連続で MVP の有力な候補となったが、守備で貢献しない指名打者であることが影響したとされ、 投票結果は2005年はアレックス・ロドリゲスに次ぐ2位で2006年は3位に終わった。は、膝の状態が悪く本類打、打点ともに前年よりも少なく、本拠地のフェンウェイパークでは4月22日から7月13日にかけて本類打を放てずにいた。打率332はリーグ5位88長打111支給出塁率 445はリーグ最高だった。ポストシーズンでは、打率3割7分3本塁打、10打点で3年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献した。また、最優秀指名打者賞、エドガー・マルティネス賞を、史上初の4年連続受賞した。2003年の移籍以降、オルティーズは5年連続で MVP 投票5位以内に入っている。その信頼できる ダボーとアイゾンの良さから、ボストンでは絶大な人気を誇っている。は故障もあって平凡な成績に終わった。6月にアメリカ市民権を取得している。開幕前の3月に開催された第2回、WBC のドミニカ共和国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは、開幕からゼフ不調で、シーズン第1号本塁打が出たのは5月20日だった。 あまりにも深刻な打撃不振により、年齢詐称疑惑も浮上した。7月9日には、ルーク・ホッチェバーから通算300本塁打を達成。それでも、最終的に本塁打、打点は、前年より増えたが、打率は、規定打席に到達したシーズンでは、自己最低の成績に終わった。は、前年同様4月は、本塁打1本と、スランプに陥るも、 5月には10本塁打を放ち、月間 MVP を受賞。オールスター前日のホームランダービーでは、第2ラウンドで13本塁打を放ち、ハンディ・ラミレスとの決勝ラウンドでも11本塁打を放ち優勝した。最終的に自身のキャリアを通じて、最多となる145三振を期したが、大きな故障もなく2年連続で、規定打席に到達。 リーグ2位の対右投手アップス1.059を記録し、3年ぶりの30本塁打と100打点を記録したは。は8月に右かかとの炎症で離脱したものの、シーズンを通じておおむね好調で4年ぶりに打率3割をクリアし、こちらも4年ぶりとなるシルバースラッガー賞を受賞した。10月20日にはロベルト・クレメンテ賞も受賞した。 シーズン終了後の10月30日に FA となったが、レッドソックスは翌年の契約オプションを行使し、12月7日に年俸1457万5000ドルの1年契約で止めが決まった。は、アップスが10割を超えるなどを開幕から好調で、7月4日には AJ グリフィンから通算400本塁打を達成。ところが、7月16日に、 アキレス腱を痛めて離脱し、後半戦はほとんどを棒に振った。シーズン終了後の10月19日に FA となったが、11月2日に2年2600万ドルで、レッドソックスと再契約を結んだ。出来高も含めれば、最大で総額3000万ドルとなる。この年監督だったボビー・バレンタインが退任後の10月23日に、テレビ出演しみアキレス腱痛で、 終盤戦を欠場したオルティーズについて、彼が故以上プレーしないことを決めたと発言。これに対して、オルティーズが、医師、首脳陣、監督、自分で決めた。チームドクターからは、プレーを続ければ症状は悪化すると言われたと反論し、精神的に問題があるか、薬か何かが必要な人間なんだと、自分に言い聞かせたとバレンタインを批判した。は引き続き、 アキレス腱痛で開幕から故障者リスト入りしていたが、4月20日に復帰した。試合前のセレモニーでは、This is our フキングシティ、no one is going to ディクトテアフリーダム、Stay Strong とスピーチし、爆弾テロ事件の衝撃さめやらぬ地元ボストンを鼓舞した。7月2日に通算500二類だ。7月10日には、ハロルド・ベインズを抜いて、DH として、 最多となる1689アンダを記録した。9月4日には通算2000本アンダを達成。ワールドシリーズ制覇にも大きく貢献し、MVP を獲得した。3月23日にレッドソックスと2015年シーズン1600万ドルの1年、契約2016年と2017年の球団オプション付きに合意した。4月3日、 スポンサー契約を結んでいるサムスングループと事前に打ち合わせた上でバラク・オバマ大統領と並んで自分取りをしたこの写真はサムスングループに営利目的で利用された6月29日の対ニューヨークヤンキース戦で3回にシーズン19本目の本塁打を放ち通算450本塁打を達成9月20日の対ボルチモア・オリオールズ戦にて ホームラン2発を放ち、3打点を記録。シーズン通算で34本類が102打点とし、自身8度目となる30本類が以上、100打点以上を達成。テッド・ウィリアムズを抜いて、球団最多の回数となった。最終的には4年ぶりに打率。300を下回ったが、35本類が104打点は、ここ7年間で、 最高の数字であり、打望健在をアピールした。一方、チーム全体の打撃成績が低調だったこともあり、35本塁打を放ちながら、レッドソックス在籍12年間で最も少ない59得点に終わった。9月12日のタンパベイレーズ戦で、マットムーアから通算500本塁打を記録した。最終的には打率、273.37本塁打。 108打点、アップス0.913という好成績をマーク。39歳となったシーズンにおいて、本類打と打点は3シーズン連続で上昇した。また、30本類打、100打点を同時達成したのは、通算9度目となり、この年も、手法として、打線を牽引した。11月18日に2016年シーズンをもって、現役を引退することを発表した。 4月15日のトロントブルージェイズ戦、相手の警戒がない中で、自身3年ぶりとなるトールを記録したが、レッドソックスの40代の選手としては、史上4人目のことであった。5月14日のヒューストンアストロズ戦で、レギュラーシーズンで、通算20度目となるサヨナラアンダを記録した。8月24日のタンパベイレイズ戦の初回に、マット・アンドリースから30号に乱をし、この2打点で、 シーズン100打点となり、通算10度目の30本類が100打点を同時に達成した。2016年はシーズン通じて絶好調であり、打率315.38本類が127打点、出塁率401超打率620アップス1.021という全盛期並みの好成績を記録。引退するシーズンにして自身3度目となる。 打点王のタイトルをブルージェイズのエドウィン・エンカーナシオンと分け合った。また、長打率とアップスはリーグトップであり、キャリア最後のレギュラーシーズンもメジャーを代表する大砲として大暴れした。同年のアルズでチームはクリーブランド・インディアンスに3連敗を喫して終戦。オーティズはキャリア最後の打席で8回に指揮を選んで出塁すると両手で観客を盛り立て、 ダイソーを送られると大歓声を浴びる中で、キャリアに終止符を打った。10月2日、レッドソックス時代の背番号34が2017年より、レッドソックスの永久欠番となることが発表された。10月26日、自身2度目となるハンク・アーロン賞を受賞した。11月15日付で引退が公示された。2019年6月9日、 ドミニカ共和国産とドミンゴの飲食店で強盗に銃で撃たれ病院で手当てを受けた。爆発的なパワーを生かしアッパースイングで低めのボールをすくい上げるローボールヒッター。2004年から2006年は3年連続で40本塁打球団史上初130打点以上を記録し同僚のマニーラミレスと共に驚異的なコンビとして活躍した。 基本的には引っ張って強い打球を放つことが多いが、流し打って、グリーンモンスターに当てに塁打を稼ぐ技を持つ。また三振は多いが、死球も多く選ぶことができる。特に勝敗がかかるチャンスや土壇場で強く、レギュラーシーズンとポストシーズン通算で13本のサヨナラ本塁打を含む20本のサヨナラ打を放っている13サヨナラ本塁打は、 ミッキーマントルついで歴代2位。2004年は上述したポストシーズンの活躍と2006年は5回もサヨナラゲームを演出した。特に7月24日のフィラデルフィアフィリーズ戦では延長10回裏にトム・ゴードンがサヨナラにランを2日後の7月26日、25日は試合なしには延長12回裏に同じフィリーズのから再びサヨナラヒットを記録した。 キャリアの大半で指名打者として出場し、守備についたのは一塁手として、通算278試合、2005年以降は年間10試合以下。ホームランを打ち本類を通るたび、2002年1月に46歳で、交通事故で亡くなった母、アンジェラ・ローザアリアスに敬意を表して、両手の人差し指を立てて空を見上げる。上腕二頭筋に、母の名のタトゥーが刻まれている。 妻ティファニーとの間に三人の子がいる。妻がウィスコンシン州グリーンベイ近郊出身のため、結婚後 NFL のグリーンベイパッカーズのファンになった。2013年4月、別居を発表したが、復縁した。2008年6月11日、ボストンにあるジョンカイケネディ図書館でアメリカ合衆国の市民権を得た。数年で、 広告費用約450万ドルを獲得している。2007年4月、スポーツグッズ会社リーボックは、スパイクシューズ、ビッグパピジュー m ミッドベースボールを発表し、オルティーズはカリフォルニア州サンフランシスコで行われた2007年の MLB オールスターゲームで初めて試合で着用した。2009年10月、生まれ故郷ドミニカ共和国にナイトクラブ40、4040を開業した。 2010年4月、ラッパーで、プロデューサーの JZ とビジネスパートナーのホアン・ペレは、オルティーズが JZ のニューヨークのスポーツクラブチェーンから名前を、登用したとして、商標権侵害の訴えを起こす準備を始めた。2011年3月、和解に達した。2016年4月11日、レッドソックスの開幕日、娘アレックスが国歌を歌った。2007年、 デビット・オルティーズ子供基金が創立された。ボストン、ドミニカ共和国などの子供たちがどうしても必要な時に、いつでも寄付金を使用できることを目的としている。2008年、自身のチャリティワインを発表し、全利益がこの基金に入ることになった。このワインは、ヴィンテージパピと呼ばれ、15万ドルが寄付された。ドーピングに強く反対する立場を取っており、 2009年2月には薬物検査で運動能力向上薬の陽性反応が検出された選手に対して1年間の出場停止処分を課すことを求めていたオルティーズだった。2009年7月30日、ニューヨークタイムズ紙はオルティーズがマニーラミレスと共に2003年のドーピング検査で陽性反応を示していたとされる選手リストに名前が挙がっていると報じた。同日、 オルティーズは、声明を発表し、大リーグ選手会に確認したら、自らが陽性だったことが分かったと報道内容を認めた。また、それを知り、驚いている。どの薬物に違反したかを調べたいとも述べた。ただし、報道されたリストは、匿名の弁護士による、本来極秘扱いの裁判資料を不正に漏えいさせたものが情報源であるため、 どういった薬物に対して陽性だったかなど詳細な内容は公表はされていない2015年7月現在10日後の試合前の記者会見でオルティーズは今まで一度もステロイドを購入したり使用したことはないと述べた上で今回の陽性反応について当時使用していたサプリメントやビタミン剤のせではないかと主張した実際合法なビタミン剤でも その薬物検査で陽性反応が出ることは大リーグ選手会側も認めている。また、選手会は声明を出し、今回の検査で陽性反応があったとされる選手リストに入っているかといって、必ずしも薬物を使用したということではないと述べた。その理由は、実際の検査で陽性と出た選手の数よりも、そのリストに上がっている名前の方がはるかに多かったこと。 つまり陽性ない選手も多数リストに含まれており、リスト自体の信用性が低いということ、また2003年の段階では、検査体制が整っておらず、検査の精度に疑問点があることなどを挙げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。